こんばんは。8月15日午後4時になりました。第303回ですね。しゃぶくり祭りの時間になりました。今日の祭りなんですけども、予想最高気温はですね、32度だったんですけども、私今日ね、昼間のボランティアで長野行ったんですけどね、祭り大橋過ぎたところに、左側にね、温度計があるんですよ。ね、温度計見たらね、26度ですよ。私ね、かすんで見えないんですけどね、26度はっきり見えましたね。32度の最高気温なのに26度かいと思ってね。だけども涼しくなかったですね。暑かったです。ということでね、今帰ってですね、新聞持ってたんですよ、夕刊。今日の夕刊ね、オリンピックでね、錦織にテニス日本96年ぶりメダルってありますね、銅メダル。これからね、ボトルじゃねえや、一回酒好きだってね、ボトルだってボルトね、あ、ボルトじゃない、ボルトね。そう、日本馬さん笑ってますね。ネタじゃないですよ、間違えたんですからね。はい、前人未到 V3 ありますね、素晴らしいです。それからレスリング太田銀とありますね。本当にオリンピックね、今回はすげえね、金メダル銀メダル、銅メダルと、たくさん取ってますね。いいことです。ということで、今日もしゃべくり松郎生放送でお送りしております。今日のですね、ゲストなんですけども、豊坂にお住まいの、豊坂の、なんだっけ、前澤栄さん。これ目が澄んで見えないんですよ。申し訳ありません、前澤栄さんにおいでいただきました。前澤栄です、よろしくお願いします。で、前澤さん、ね、はい、そのお話をお伺いするんですけども、老後と趣味っていうところなんですけども、はい、たくさん趣味ね、おありだと思うんですけども、たくさんあってもうお話ししきれないんでまずですね、卓球がね、だいぶたくさんされてるってことなんで、卓球のお話なんですけども、はい、卓球はいつ頃からされたんですか。もうずっと100年ぐらいはやってないやな。そうですね、まあ、私、大体30歳ぐらいまでサラリーマンやってました、はい、で当時サラリーマンやっていて、はい、よく昼休みに卓球やっていたんですよ。でそれからまあ、はい、30ぐらいで私独立しまして、はい、今67なんですけれども。そうなんや、まだその30まあ30歳からまあ60歳の間ずっとブランクあったんですけれども、はい、まあ60になってからまあ、はい、その思うところがありまして、始めたわけなんですけれども、まあ一つはそのまあ、私もだんだん60代に入って、ええ、まあ、世間と疎遠になっていきな、疎遠になっていく、うん、いくということと、うん、まあ、時間はたっぷりできるようになったってことと、はい、それとまあもう一つは健康上の問題がありまして、うん、まあ、私の仕事はまあどちらかというとそのデスクワークが主体で、はい、まあヘビーとまではいかないけれど、まあそのタバコを吸ってますもんで、少し健康的な生活をしなくちゃいけないと、うん、それでまあ昔卓球やって好きだったなと、それでまあ60から始めたわけです。そして現在に至っております。そうなんですか、はい、それで、60からっていうとまだ60過ぎたところだから、まだ 2,3 年じゃない。さっきの67って言ったじゃないですか。さっきね、そうすると7年前から始められて、その始められたところから今どうですか、変わられましたか。ですね、まず痩せましたね、うん、それはまあ、非常に私汗っかきなもんで、うん、まあ運動で体重が減ったのか、うん、それともなんか悪い病気があるのかはそれは分かりませんけど、ね、まあ、とにかく体重は減りました、うんうん、それとね、うん、はい、タバコも減った。タバコは全然減らないですね。あ、うん、そうですか、はい、これでその健康的っていうのはあれですか、なんかこう他にも、なんだ、体が軽くなったとか、うん、階段登りもちゃちゃちゃ登れるとか、
それ、この具体的に何かこう感覚は的にはあります？ね、いや、始めて卓球始めて良くなったわっていうようなところは、まあ、特にその、うん、意識はないんですけど、まあ、あの、まあ、私今お世話になってるクラブの中ではね、うん、あ、クラブに入られて、うん、そうですね、一人でやって、あ、一人じゃできない、卓球一人でやってきない、まあ、あの、前澤さんは年の割には、うん、まあ、よく動くとは言われてますけどね、年の割にはね、じゃあこう、うん、タッタッタッとこう顔タッタッタッと動く、うん、あのね、あの、皆さん、あの、卓球って運動量少ないと思われる方がおられるかもしれませんけども、うん、あの、私この時期ですとね、うん、あの、先日も測ってみたんですけれども、うん、まあ、行く前と行く前に測って、はい、帰ってきてから測ってね、大体 1.2 キロは減りますね。ほう、まあ、汗っかきのせいかね、うん、1.2 キロ減るとは相当な運動してますよね。そうですよ、うん、俺リズム労働しないとそんなに減らないですよね。うん、あのね、重労働ならまだ2時間持たないですよ。あ、うん、そうか、うん、あの、適度の運動だから持つんだ。適度じゃないんですけどね。あ、やっぱり重労働か。だからね、これが私がその7年前の体重だったとすると、こんなに動けなかったかもしれない、ね、あ、なるほど、そうなんですか。じゃあそのクラブではこのタタタタ動くから他の人よりは強い、うん、あのね、みんな任せちゃう。動くってことはね、よく言えば動く、うん、悪く言うと無駄な動きが大きいから動くってことなんですよ。あ体にしてればいいんじゃないですか、タタタタ動くと。うん、体のためにはいいでしょう ね、 いいですね、うん、それはいい。じゃあ結果的にはいいですね、その、うん、いい運動してるから、うん、あの、私にとってはね、うん、あの、いい運動でいいことです。そう、うん、そういうことなんだ。で、そのクラブの中でもあれですか、その試合っていうのはそんなことはするんですか、うん、仲間の皆さん。あのね、そのクラブはね、あの、うん、だいたい1回の練習日が2時間半ぐらいなんですよ、うんうん、で、はい、まあ、最初の30分はこう軽く練習してね、で、あとの2時間ぐらいは相手を変えて、うん、まあ、いろんな試合をしていくというようなスタイルで、あの、やってるクラブなんですよね、で、その先ほどね、うん、クラブにお入りになったって話だけども、うん、それは松代にあるクラブ。あのね、まあ、松代の卓球やってる方には申し訳ないんですが、ダメ、ま、いや、ダメじゃなくてね、あの、松代にもね、その後私知ったことなんですけど、うん、まあ、少なくとも2つは卓球クラブあるんですけども、はい、まずその卓球を始めようとした時にね、うん、そのまあ、その卓球に知人もいなかったもんで、うん、はい、ネットで、その長野市の卓球クラブ の、 その ネットでちょっとし、あの、問い合わせてみたんですよ、はい、で、条件は、もう私はもう60ですと、で、正式に卓球やったこともありません、うん、下手ですと、うん、で、そんな私ですが、うん、まあ、どっか、あの、入ってやらせてもらえるとこクラブはないでしょうかっていうような問い合わせをしたらね、うん、なるほど、はい、したら今そのお世話になってる某クラブが、ね、その回答として、うん、あそこはまあ年寄りが多いということで、それだけで、まあ、あの、それからお世話になってる次第なんですよ、うん、じゃあ、まあ、こんなこと言っちゃ知れないんですけども、お年寄りの食器量がいるクラブなんですか。うん、っていうかね、上は70代全般から下は30代、はい、ね、あ、うん、なるほど、幅は広いんですね、うん、まあ、よく言えば幅広いんだけど分布が正常じゃないんですけどで、その、ね、お若い30代の方と70代の方が、ね、うん、いらっしゃって、レベルっていうのはあれなんですかね、皆さん同じようなレベル、うん、あのね、卓球はあんまりその年齢と関係ないですよね、その人の持ってる技術。例えば100メートル競争やったら絶対70代の人は30代の人に勝てないですよね。勝てないですよね。絶対勝てない。絶対に勝てない。まあ、こっちは、ね、死ぬもう救急車になっちゃう。うん、そうですね。でも卓球はね、技術です。技術のね、ウェイトがものすごく高いスポーツで、あの、私が、あの、まあ、あの、父親卓球大会っていうのがあって行った時にね、うん、はい、
あの80歳のおじいさんが出てきて、私ダブルスでペア組んだんですよ、うん、はい、だから80度でも、まあ、やればできるんじゃないですか。はあ、うん、それでその80歳の人も30歳の人もレベル一緒で、うん、みんな一緒にこう一緒にみんなやるんですか。まあ、一応ランクとかっていうのは、一応まあ A がトップで A、B、C という3つを。もちろん A でしょ。もちろん C です。あ、そうですね。そうなんですか。うん、じゃあその C の方っていうのはC のその人たちと、うん、B は B、A は A、そんなことないです。あ、そんなことない。あ、うん、まあ一番多いのは私、うん、C クラスは C の人とやるんですけれども、 B の人にお願いすることもあります、うん、A の人にお願いしますっていきますよ。あ、うん、あ、それじゃあどうしてその A、B、C っていうのは、あ、大会に出てくる、大会に出るという時に、まあ、選別の一つの基準であるありますけどね。ただクラブ内でやる時には別に、うん、あの誰とでもやりますよ、うん、ただなかなか A にはあのお願いしに行きづらいですね、うん、あの申し訳なくて、うん、う、私もねクラブ入ってね、 A の人にお願い、うん、今でこそね、うん、お願いしますってこう言ってたけど、うん、最初なんか何しろお願いすることが失礼に見えちゃう。 うん、あんまり差がありすぎてね、横綱の胸を借りるみたいな。横綱だってせいぜい前頭ぐらいで相手にしてるけど、そんなジョニー団なんか相手に知らんねえよっていう。なるほど。まあそんな感じですよね、うん、それで今のそのね、あの A、B、C ってあるんだけれども、うん、試合にも対外試合、何て言うんですか、対外試合っていうか、うん、対外試合もう出られるんですか。あのね、まあそのまあ県の大会とか市の大会っていうのは、まあ、うん、本当に上手い人が出るんだけど、うん、私らが、まあ、ポピュラーに出られる大会としては、うん、あの長野市のね父親卓球大会っていうのがあるんですよ、うん、でそれはまあ男なら大体誰が出てもいいという大会で、それはその、うん、そこもそのランクがあって ABC ってね、うん、あの分けて参加できるんです。年に2回あるからそこには私もたまに出ますね。ああ、うん、そうですか。俺はどうですか結果は。玉砕です。そうなんですか。だってその C ランクはってか、まあそういう人たちはそういう人たち、うん、B は B っていうそういうのでこう皆さん試合されるんですよね。そうですね、うん、そういうのはやっぱりそのオリンピックで、オリンピックはしてるけど、うん、その世界何位とかあるじゃないですか、うん、世界5位と世界、うん、100何位の人が、うん、争えば、うん、2位だか3位の人は大体勝つとか、うん、そういうようなレベルってのはこう申請とかしてあるんですか、はい、申請っていうかその私は、長野市、1位だよとか長野市100位だよとかっていうのは分かってそのランクで行くんですか。そんなのは分かんないです。あ、そうですか、うん、そうなんですか。いや、その今もね、あのちょっと先ほどお話に出ましたけども、うん、今ちょうどねオリンピックで卓球やってますよね。はい、やってますね。どうですかご覧になって。あ、下手だ俺なら勝つぞとかそれはない。うん、あのね、あの私卓球を見てると、女房が横取り見てるんですよね。で、まあ、女房が下手くそとかなんというか言うんだけれども、うん、私もまあその実際に卓球を始める前だったら行ったかもしれないけど、ね、こう生地ね自分で実際に卓球やっててね、ほんで某クラブの C クラスの一番最低限にいるとね、うん、あの生地そういうこと言えなくなっちゃうんですね。もう、うん、あの自分が、うん、そらテレビ旗から見るとね、うん、簡単にあんなボミスしたっていうけど、うん、あれボミスなんかなんてとても言えたレベルの人じゃなくて、私らから見ても天井人ですから、うん、皆さん、うん、だから生地やってるとね、うん、そんな気安く言えないですよ。そんなことも怖い。もう自分の実力は我が身が分かってるがゆえにね。あ、そうですか、うん、じゃあこう卓球なんかこうテレビでオリンピック見てると感激しながら、うん、感激まではいいかな。感激っていうかね、やっぱもう私が見ると天井人ですよね。
心技体っていうけど全てにわたってね、うん、やっぱ普通の人じゃないですよ、はあ、うん、まあオリンピックですからね、トップレベルの仕方がね、うん、いらしてるんでしょうから、うん、ああそうですか。こちらですね、まあ、時間もだいぶ過ぎてきちゃったんですけども、うん、はい、どうですか、これからもどうですか、うん、卓球は永遠に続ける、出てけって言われるまで、あ、いいですねお前首だって言われるまでやる、じゃあもう体の動く限り続けるしたいと思いますよね。いいですね。それでは今度は出てってね、県大会、県市大会、県大会、ほら優勝。いやそんなことじゃなくて、別にそんなこと、成績はどうでもいいんです。汗かいてすっきりすればいいんです。じゃあ健康ね、保って100歳までね、はい、で生きていただいてね。ぜひそんなふうでこれからもね、はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや、皆さん、はい、ご苦労さんでした。いやー、皆さん、いや、すごい、多分ね、皆、うん、さんね、100歳までやるよ。やるかね。100歳までこのみんなでね、うん、こう参考にしなきゃ。そうか、ね、宮坂さんも飲みながらやらないで、どうだ一つやるってのもいいじゃん。酒飲まれてね。そうそう、はい、わかりました。いただいてみます。はい、はい、お知らせも。お知らせね、はい、今ね、これがね、ちょっと小松姫、御膳ですね。それとスイーツ、ね、はい、これがね、何軒やってるかね、7軒で。一応やってるんですね。小松君、それでね、これ使ってるのはね、あんずを使ってね、やってるんですね。小松君、まあ、大変だわ、450歳だね、これ。長芋。うん、長芋もね、使って、マッスル特産。これを使ってね、7軒のお店で、こういうことを、はい、のを作ってやってますんでね、はい、これもまだ松屋センターですとかね、各松代の大所の、まあ、関係している街歩きセンターというかね、そういった案内所でみんな配っているので、これまたね、一通り見ていただいて、食べたいところを見ていただく。めんみくらってくれる、もうどこでも、うん、あとね、めんみくらはね、これはね、あれですよ、4番ですね、うん、ヨーグルトとね、長芋ジュースだって、うん、うん、こういうのもね、OK です、はい、そういうところでもやってますんでね、ぜひまた。はい、食べに行っていただきたいということで、皆さん、来週の予告を、うん、来週はですね、はい、これがまたね、ちょっといいんですけどね、ちょっといいね、マッスロサンザン、ね、マッスロサンザン、ね、これのね、冊子がちょっと できたんですね。ね、うん、松代町の全員に配ってください、うん、そうそう、ね、配布、うんうん、でそういったのでね、住民自治協議会、ね、教育文化支援委員会の委員長さんのね、毛利さん、それとね、このね、はい、文章を解読したいとかね、佐久間さん、この人に来ていただいて、曲がりおさんがパーソナリティでいろいろとお聞きするという形です。副会長だから、委員長でいいですよ、うんうん。だからそんな形でね、はい、宮坂さんもちょっと絡んでるみたいだね。ちょっとね、うん、俺はね、一番隅っこのところにも聞いてるんだけど、よくわかんねえんだ。そうですまあ、これのね、聞いていただいてね、どういう形で作ったられたかとかね、はい、そういったものをね、聞ければいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。ね、いい本ですからね。うんうん、ぜひね、いいお話をね、うん、お聞きしたいと思います、ね、そうですね、はい、皆さんパーソナル、あ、じゃあね、じゃあね、曲がりよさん、曲がりよさんって言ったじゃないですか、考えてるでしょうね、はい、ですね、そういうことで、ね、はい、じゃあ一応そういうことで、はい、来週のもしゃべりましょう、はい、よろしくお願いします。